一月ばかり一向に止まぬ雨は城下の民の生活を脅かし続けている。一報を受けた時枝門左衛門だったが、城内の家来は他方の地域への復旧作業に赴いているため、城下に足を踏み入れる備えがなかったのだった。だがしかし、裏山の猿を家来にする策が練られたのだったが、猿も雨により戦意を失い、なすすべもなく失敗に終わってしまう。ちょうど次の策を練る頃であった。近場になんとも人間より背が高く、おう、伝説の動くマシンがあるという。何？そんなものがあるのか。わしは怖いな、それは。ちょっと行ってみましょうか。いいのか、ちょっと連れてくれじゃ、わしは。頼む。やばいのじゃ、倉敷が。近場にやってまいりました。この近くに人型のロボットがあると。何？それを使って美観地区に行きましょう。参るか。そうやな。もしかしてあやつか。何かおるぞ。大きいですね。4人分ぐらいですね、背丈は。はい、どうでしょうか。こやつが仲間になればすごい戦力になるの。倉敷までも一瞬じゃ。これには膨大なエネルギーと作業員が必要なようで。そんなにか。作業員は全て、ま、倉敷の方に向かってる。マビの方に向かっとるからの。じゃあやっぱ無理じゃの。っていうわけで撮影を終えたんですが、はい、ご視聴ありがとうございます。本当に、ね、こんな感じでやってますけど、そんな知らない人も多いと思うんですよね。こういう、そうですね、僕も初めて知ったんですね、こんなとこにあるんだなと。久米の里っていう道の駅ですかね、うん、ただ、はい、本当にこれが動くと、そういうことですね。ということですね、うん、ということは、もしかしたら探してみるとこれが動いてた動画があるのかもしれないですね。そうですね、その使用実験みたいなした時のが、そうですね、うん、こんなんがあるということで、まあ、引き続きね、はい、徒歩で、そうですね、倉敷に向かっていきたいなと思います。はい、ようやく組めなんでね、はい、ありがとうございます。じゃあ、ありがとうございました、皆さん、はい、はい、次回も楽しみにお願いします、はい、お願いいたします。いつもスピチューブ見てくれてありがとう。これからもよろしく。チャンネル登録もぜひぜひ。